こった東北の町にそったら夢みてえな話あるわけねえべ。私のハワイどこ？ハワイアンダンサー？東京から来たカリスマダンサー。すんげえ。そして集められた炭鉱の娘たち。ど素人の炭鉱娘がたった何ヶ月舞台に上がろうなんてね、プロな目じゃないわよプロ。泣くな。泣いてね。それは北国を常夏の楽園に変える壮大なプロジェクト。たった一人の妹だ。君子のことを頼む。俺母ちゃんみたいな生き方したくね。俺の人生俺のもんだ。彼女たちは町のため、家族のため、そして自分の人生のためにステージに立つ。先生の日、俺今まで生きてきた中で一番楽しかった。あの日の感動、あの日の熱気、あの日の笑顔が今フラガール。